さてさ、ショコレでございます。今日曇りの予定だったのにな。暑いな。5月最終日でございますよ。6月だね。休みがないね。関係ないですけどね、僕ちょっと今隣にセブンイレブンがあるんですけど、なんか今日のお昼の気分はローソンなんで、ローソンまで行きます。でもローソンまで行けば、ちょっとローソンから離れたらリサイクルショップあるんで、先そっち行こう。さてさ、ショコレでございます。ちょっとここは初めて来たんですけど、リサイクルショップなのかな、ちょっとちっちゃい可能性があるんですけど、ちょっと私のこの Gジャンじゃないオーバーオールに合うものが見つかればいいな。今日曇りの予報だったんですよ。なんですけど今すごいカンカン照りなんですよ。なんかこういう時にせっかくこういうオーバーオールをね着てるからさ、でオーバーオールカーハートも積んであるし、ただ靴もちょっと洗車用の靴を常備しないといけない。お風呂をね積んでおいてそれでやってもいいんですけど、なんかこう気合を入れたいので、必要ないっちゃ必要ないんですけど、まあとりあえずいろんなものを見てみたいと思います。数があるかどうかわかんないけど、とりあえず行ってきます。さあ、どうやさ、ショコレでございます。ちょっとここのリサイクルショップはやっぱりちっちゃかったな。レディース7割メンズ3割っていう感じでしたね。で T シャツ探したし、なんかクロックスみたいなゴムの何草履サンダルとかを探したんですけど、ちょっとなかったんですよ。なんか固定概念がちょっと強くて、これで完成だろうって思ってたんですけど、別に半袖シャツでいいじゃんと思って、で車の中にですね、あのちょっとした時の寒いように半袖シャツがあるんですよ。ちょっとごめんなさい、非常にあの大阪魂を見せつけるガラガラしいものなんですけど、こういう怖い顔がいっぱいいるんですよ。これ寺島くんね、でこれ小林くんかな、ちょっと森谷くんはこれにしよっか、見えますか、小林、森谷、そして、黒い寺島とか、これはどこのですか、ポールスミス M サイズなんですけど、こういうの着ちゃえばいいじゃん。 T シャツが見つからないならこういうの着ちゃえばいいじゃない。ほらどうですか、少しは T シャツに困らなくて済むんじゃない、こういうの着ちゃえば。むしろ下タンクトップでもいいんじゃないぐらいにちょっと思えてきまして、非常にいっぱい顔があるんですけど、 T シャツ問題もしかしたら解決したかもしれない。半袖シャツいけるんじゃない。家帰って詳しくですね、半袖シャツでもいけるんじゃないか説をあえて取りたいと思います。これはタイトル何にしよっか。とりあえずタイトルわかんないからブラブラしますね。帰ろう。てかコンビニまだ寄ってないし、お昼ご飯食べてない。コンビニまで行きましょう。レッツゴー。